はい、こんにちは、いつも300チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日は、LED ヘッドライトのこちらの商品の紹介になります。はい。で、今までもうちの製品で LED ヘッドライトバルブっていうのがこちらの商品が、もうやってたんですけども、今回、紹介するのはこちらの商品で、今までのヘッドライトバルブは、まあ、これをただ、純正のと入れ替えるだけの単純なものだったんですけども、今回ご紹介するのはなんかこういうおわんのと、バラストと、ヘッドライトと3つの構成部品になってて、まあ、いっぱいあるんですけども、今までのヘッドライトと何が違うかっていうとですね、今までのヘッドライトはほとんどの方が多分今までの商品が適合するこっちのお目目が丸いタイプのもののヘッドライトバルブなんですけど、今回ご紹介するこちらのヘッドライトバルブはお目目が三角のおにぎり型になってる、ヘッドライト、こちらに適合するバルブになります。で、結構ちょっとマイナーな感じになるんですけども、こちらのヘッドライトバルブが、付けられるお車っていうのは、いわゆる今までは並行輸入車で、かつ、キセノンライトではない普通のハロゲンバルブのお車が、まあ、今までの対応なのと、あと2024年モデル最終年の、アバルト595は、HID、キセノンライトではなくハロゲンバルブなので、まあ、どちらかというとその車にちょうど適合するような形での商品になります。なのでこのタイミングで、お出しするような運びとなりました。はい。なのでほとんどの方は今までのこちらのヘッドライトバルブがはまるかと思いますので、ご購入の際は必ずご自身の車の年式とかをご確認してから、こちらの方は購入してください。新商品だからっつって、安直に買っちゃうとライトがつかないっていうオチになっちゃいますんで、もしご不安な方、ご不安等がありましたら、まあ、直接300の方お電話いただければ、対応はしますので、コメント等でも聞いていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。一応、まあ、部品としてはこれがまあソマライト本体になるんですけども、これがいわゆるハロゲンから、LED に、まあ、電圧を上げなきゃいけないんで、これバラストっていう昇圧器になりますのと、あとこちらがこのお椀が純正の、ライトのカバーですね。ライト、ヘッドライトの裏側のカバーなんですけども、純正のやつだとここが平らなんで、この部品の分が出ちゃうので、まあ、そちらを、出ちゃう分の厚みが取ってあるのと、あとは、穴を開けて、バラストが多分外に出てくると思うんで、穴を開けてもらうような形になるので、ちょっといろいろ加工が取り付けには必要なので、今までの、ヘッドライトバルブは、まあ、簡単にコネクターだけだったんですけども、それに比べるとちょっと作業が必要なので、まあ、できる方はご自身でできるかと思うんですけども、できたらショップさんとか、まあ、ディーラーさんとか、でやってもらう方が確実かと思いますので、その辺もご注意いただければと思います。カタログとかってこれに載ってるんですか？これがまだ載ってないか。そうですね。このカタログにはちょっと載ってないんですけども、ストアで買うとこのカタログついてきますね。いつこれ出たカタログですか？これも最近ですね。もう本当つい先週ぐらいに仕上がってきたんですけども、ちょっとこれには間に合ってない。ないか。そうですね。
間に合ってません。一押しのちょっと話変わるんですけど、はい、一押しのページってどこですか、小島さん。一押しですか。一押しはこちらですね。かっこいいっすね。僕の車映ってます。ああそうなんですね。以上です。イベントに来られた際はこの車見れるというような感じですか。まあ、なるべく持っていくようにしますので、はい、ぜひ、まあ、まあこっちよりはでも本当は、まあ、こっちですね。デモカン294、こちらが一番うちの今最新のデモカンになりますんで、こちらはいろいろなイベントに多分お邪魔すると思いますので、ぜひこちらをよろしくお願いいたします。このパンフレットが欲しかったらぜひ購入というような感じですね、はい、お待ちしてます。またそうですね、また次回、商品のページでご会いできればと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。